っとこれ、あれ一番まずい現象が起きております。究極の奥義があるんですけど、実はね、私のチャンネルでもお見せしたことないんですよ。必殺技として、あのトイレに置きたいんですよ。運が覚醒する、急上昇チャンネルの田波です。今日はですね、矢野さんに来ていただきました。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。お久しぶりですね。そうですね。すごくね、久しぶりになるので、ちょっと簡単にじゃあ矢野さんが自己紹介の方をお願いしてもいいでしょうか。はい、矢野圭三と言います。普段はですね、幸運住まいチャンネルという YouTube チャンネルをやらせていただいていて、住んでいる家をね、どんどん幸せにしていくっていう話をいろいろさせていただいたりしております。あとはね、普段は一級建築士として設計事務所もね、やっていると。そんな活動をしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はですね、なんと突撃訪問というかね、はい、今福岡に、ね、来ていただいて、しかもですね、ちょっと本当にこれ普通のお家なんですね。ちょっと僕のね、知人のお家なんですけど、お家鑑定みたいなことでですね、はい、やっていただくということで、はい、僕のねチャンネルではですね、トイレね、はい、を今からね今日は見ていって、でもいいトイレです、ね、もうパワースポットのねトイレをね、今日は作っていこうかなと思ってます。で、山田さんのチャンネルではですね、トイレ以外のね、ところ、リビングとかね、いろんなところをですね見て、ぜひね皆さんもね楽しみにしていただけたと思います。ということでね、早速ですね、開運パワースポットトイレについて、紹介していきたいと思います。本当に全部言っていいんですか？いや、そうですね。ちょっと一応ね、今日、今日ね、撮影をいただいて、許可している知人の方は OK いただいているので、そうですね。はい。言っていただいて大丈夫かなと思います。わかりました。はい、じゃあもう思い存分話させてもらおうと思います。そうです。一応 NG なしなんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ではですね、まずは友人様のつながり、場を決める T 社などから始めていきたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。はい。いよいよトイレです。はい。じゃあ、ちょっとトイレ拝見させていただきます。はい。はい。じゃあ、行きたいと思います。はい。はい。じゃあ、皆さん見えますか？あれ、トイレ電気つかないですね。あれ、マスター、トイレの電球から入ってない感じですか？はい。ちょっとこれ、あれ一番まずい現象が起きておりますが。本当だ、つかない。はい。まずトイレの電気がつかないっていうのは完全に NG ですね。大丈夫なんですか、ここの。大丈夫だろ、本当につかない。あ、ついた。ついた、よかった。ちょっとドキリ使いました。おうちのドキリ。はい、ということでね、ちょっと今トイレを拝見させていただいてるんですけど、はい、よかったら中まで見るように。そうですね。ですね、まず、まだ新しい家なので、トイレは綺麗ですけど、これやっちゃいけないよっていうのがですね、まず、トイレットペーパーです。このね、トイレットペーパーを露出で床付近に置くのは、これね、完全に NG です。これなぜかというと、トイレの、まあ、流した時の水分とか、あとはいろんなものがね、こう、下の床に近くにですね、菌がね、本当にこびりついてるんですよ、うん、でこのねトイレットペーパーが全部吸収しちゃうんです、うん、なのでこれはね衛生的に良くないし、風水とか仮想的にもこれはね完全に NG って言われてるので、これはね見た目かっこいいかもわからないんですが、ちょっとこれはやめていただいて、できればですね、まあどこかの高さのとこぐらいに、なんかねちゃんと箱みたいなものをつけて、それで収めるような形にするのが一番いいですね。あとですね、このマット、おしゃれなんですけど、このマット、書いてますかね？ねえ、ちょっと古そうな感じにしますけどね。ねえ、はい。トイレのマットは、別名、おしっこ吸収シートって言われてるぐらい、いろんなものを吸ってるというか、特に男の子がいたら、これいろんなものを吸収しちゃうんですよね。で、これね、2、3日に1遍ぐらい変えないと、これを踏むのもどうしようかなっていうぐらいの。なるほどですね。感じになっちゃうんですよ。なんか色合いももうちょっとシックな、はい、方がいい感じもしますね。そうですね。まあ、色合いと、あとはだから清潔さをどこまで保ててるかですよね、これはね。確かに確かに。はい。あとはですね、ちょっとこれを言っていいのかなっていうのがあるんですけど、はい、これね、扉を開けた正面にトイレがこう向いてるトイレっていうのは、
住む家族同士が喧嘩しやすいっていうね、はい、ことを起こしちゃうっていうトイレなんですよ。でよくね、これはね、はい、この話をすると、矢野さん、そんなこと言ってもトイレの向き変えれないんですけど、どうしたらいいんですかっていう、確かに、ね、よくね、質問いただくんですけど、はい、これはもうどうしようもないので、はい、一生懸命家族仲を良くするように改善するしかないというのが答えなんですよ。はい、めっちゃ他でカバーするしかない。そうなんですよ。なるほど、はい。だけど一個ね、唯一、はいはい、究極の奥義があるんですけど。お、何ですかそれ。究極の奥義、はい、やってみますか。はい、どんな、はい、どんな。それね、はい、塩を使ったやつなんですよ。それね、いや僕ね、そうなんですよ、はい、この見てる方もたまに質問いただくんですよ、はい、お塩どうなんですかっていうので、うんうん、で今日せっかくね、矢野さん来ていただいてるので、はい、もう矢野さんといえばやっぱお塩、はい、焼き塩じゃないのかなと思うので、ちょっと詳しく教えていただいたら嬉しいですね。はい、はい、じゃあね、焼き塩の作り方をちょっと実演しましょうか。実演しなくていいですか。はい、実はね、私のチャンネルでもお見せしたことないんですよ、はい、まだ。はい、これすごいっすね。はい、ね、はい、キング住所さんの方でちょっとそれをね、ちょっと作ってみましょうか。そしたら、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこれからキッチンに行ってみましょうか。そうですね、はい、お料理クッキングみたいな感じですね。はい、じゃあですね、ちょっと家にある塩もあれなんですけど、はい、これはですね、大体どこのコンビニでも売っている博多の塩というやつで、はい、こういう塩で十分なんですよね。なるほど。でこの塩を使ってこれからね、ちょっと焼き塩を作ってみようと思いますのでね。いいですね。はい、一番いいのはですね、はい、鉄製のフライパンがいいのでこれでいいかな。お、はい、じゃあちょっとこれを使って、あとね、こういう鍋でも使えるんですけど、まあ、ちょっとこれで行ってみましょうか。鍋でもフライパンでも OK。はい。IH でもどちらでも大丈夫ですね。はい、そうですね。IH でも行きますね。はい。で、はじめはですね、はい、やりたいことは、はい、強火にするっていうことと、はい、あとはですね、換気扇関係は、はい、可能である限り止めてほしいんですけど、はい、これちょっと連動して動くタイプみたいなんで、仕方がないんですけど、これね、焼き塩を作るときに外に向けての窓は全部閉めて、はいはい、そして各部屋のところの扉を全部開けておくっていうことをするのがポイントなんですよ。でなぜかというと、はい、焼き塩っていうのは、はい、焼き塩を作ってるときに出てくる、はい、匂いが家の中を清めてくれるんです。あ、なるほど。はい、なので、はい、焼き塩っていう名前の塩を買ってきてもあんまり意味がないんです。あ、はい、はい、はい、作ることに意味があるので、ちょっとそれをね、これからやりたいと思うんですけども、じゃあ3ミリ、3ミリ、なんかどこかに、あ、包丁がありますけど、あ、包丁でもいいですか。ちょっと、はい、よし、ちょっと、ではですね、今強火にしてて、そしてね、これから作るときに気をつけてほしいのは、はい、5分以上やらないということをしてほしいんですよ。それ以上やると、はい、危ないというのがあるので、なるほどですね、まあ、5分までの間でやるということで、そしてね、だいたい一つかみぐらい、これぐらいをですね、入れて、はい、こんな風にして入れると。はい。はい。で、ここでですね、はい、何をするかというと、もうずっと普通にこう、空入りするだけなんですよね。あ、はい。こんな感じで、こんな感じで。はい。今ちょっとこう出てきてるでしょ、湯気が、はい、湯気というか煙がね、はい、これがですね、焼き塩を作るときにすごく大切なんですよ。おお、はい、でこの焼き塩を5分ぐらいまで作るとですね、はい、うっすらきつね色になるんですよ。あ、なるほど。はい、なのでちょっとね、うっすらきつね色になるように、はい、ちょっと持っていくんですけど、でね、たまにこうダマっぽいのができるんですけども、はい、これはですね、はい、ダマができるときは、はい、もう一回作り直してもらうがいいです。あ、そうなんですね。はい、ダマができてるってことは、はい、それがいい感じで、はい、家の中を清めてくれてる効果が出てるってことなんですよ。あ、はい、なるほど、ね、そうなんですよ。はい、ね、ちょっとずつね、色がうっすらですけどきつね色に変わっていってるんですけどね、うん、確かに確かに、はい、でこれがですね、はい、真っ黒になる家もあるんですよ。あ、塩が5分ぐらいで。それはですね、はい、むちゃくちゃ働いてくれた結果なんですよ。あ、なるほど、はい、すごい頑張ってくれた、頑張ってくれたことになるんですけども、はい、香りがバーっとしてきてると思うんですけど、これをね、家の中にこう充満させるのがポイントなんですよね。はい、でこれ IH なんで、ちょっと揺するってあげるとちょっとね、うまくいかない時もあるんですけども、まあ、こんな感じで、そんな感じですね、まあ、作っていくという感じなんですよね。はい、
で焼き塩は作ってるこの最中が一番家の中を清めてくれるので、おお、なるほど、この焼き塩を作る人も清められるんですよ、はい、あ、それいいですね。そうなんです、だから週に一遍はちょっとね、これぐらいの塩を使って、こういうふうにして、まあ、作っていってみるだけでも、結構体調がね、改善される人多いぐらいです。おお、それ素晴らしい、いいですね、はい、めちゃくちゃいいですね、はい、ガスの人はね、はい、あの連動していないから換気扇、できれば切っていただいてやる、はい、でただマンションとかはですね、はい、安全性のことがあるから必ずね換気扇が回ったりするんですよね、まあ、だからそれも仕方がないとして、そんな感じでねこう、まあ、作っていってもらうといいというふうに思います。でちょっとねこういうダマができる分はね仕方がないと思っていただいて、うっすらとですけどちょっと色がきつね色っぽくなってきてるの分かります、うん、この辺とかね、はい、はい、で長くても5分まででやめると、はい、なるほどですね、はい、でそれで十分なんですよね。でこれがですね、私が以前きつね色になるって言ってしまったことがあって、はい、いくらやってもきつね色になりませんっていう人がなるほどです、ね、いてですね、ちょっとね、まあ、言葉のあやみたいなところがあるんですけどね、なので、ね、本当にあのこういう博多の塩コンビニとかでね、売ってるこういう塩で十分なんですけど、その時にできるだけ天然系の塩の方がいいんですよ。はい、うん、そうよく見るとメキシコまたはオーストラリアって書いてるんですよね、はい、なるほど、なので日本のね塩じゃないからいいんですかっていう人もいるんですけど、はい、何の問題もないです、はい、塩は地球上のものだったら構わないんですね、はい、はい、もうほぼこんな感じでいいのかなというふうに思うんですけど、はい、はい、ちょっとねダマになってる分はこれはこれでいいとして、はい、全体的にサラッとした感じでね、出来上がってるというふうに思うので、これで、OK というふうにして、はい、まあ、最大5分までで、それ以上長くやらないというふうにしてみてください。はい、はい、じゃあねちょっとこれぐらいにして、そうですね、ちょっと入れ物の方はで、できればですね、本当はもうちょっとあの小皿っていうんでしょうかね、はい、もうちょっとこれぐらいの皿の浅いやつに本当だったら入れていただいたらいいんですけども、例えばねこの塩を、見ていただくとですね、はい、ちょっとあんまりダマを入れたくないの、まあ、しょうがないね、まあ、これぐらいの感じの、ちょっと難しいな、入れるのね、あとで綺麗にしましょう、はい、ちょっとあとで綺麗にしておくということで、まあ、そこが見えない程度これぐらいの感じでね入れていただいたらいいと思います。うん、これぐらいの量で構いません。ちょっと色もね、器の色と比べていただいてちょっときつね色っぽくなってますよね。そうですね、色変わりましたね、はいはい、こういった形で構わないので、これをですね、はい、必殺技としてあのトイレに置きたいんですよ、はい、おー、必殺技完成しました、はい、でちょっとこれを持っていきましょうね、はい、それでですね、この焼き塩なんですけど、はい、床のこの辺に置きたがる人もいるんですよね、うんうんうん、だけどそうですね、うん、でここに置くとですね蹴飛ばしてしまう可能性があるのと、あとはトイレの菌が浮遊した時に、はい、ここだと中が汚れやすい可能性があるんですよ、はい、なので、ね、トイレが比較的広くて置ける場合は置いていただいてもいいんですけど、これぐらいのサイズのトイレの場合は例えばここの窓の縁ですよね、うん、こういったところに、落ちないように置いといていただいても全然構いません、はい、結構ここにいるだけでもこの塩の香りがしますんで、ね、いや本当ですね、これちょっとね、うん、見てる方はねちょっと伝わらないと思うんですけど、すごい、はい、今めちゃめちゃ香ってますよ、はい、はい、そうなんですよ、でこれを置くだけで、まあ家族同士の喧嘩がちょっと和らぐというふうに思います、はい、なるほど、もちろんね、はい、家族同士で普段から喧嘩になりそうになったら、はい、ちゃんと仲直りするって意識を持つプラス、はい、焼き塩です、なるほどですね、はい、じゃあこうトイレの向きがこういうふうにね、ドアと、まあしょうがない、そういうね作りはもう仕方ないと、うん、でもこういうので置いて改善していくってことはね、つながっていくんじゃないかと思います。そうですね、いや、あとねこの焼き塩は、はい、トイレだけじゃなくって、はい、なんか気になる場所、はい、あ、なんか階段の場所が嫌な感じがするとか、はい、あと玄関ですよね、なんか玄関からなんとなく嫌な感じの空気が入ってくるなと思う時には、はい、こういうのをお皿に2つにして、はい、玄関なんか特に扉の両側、はい、玄関の内側で構わないので、扉の両側の足元に置いておくと、はい、それがいい血管になってくれて、はい、外から入らなくなるっていうのがあります。おお、なるほどですね、はい、そういう方法もあるんですね。そうですね。で、特に焼き塩は初めの1日2日がすごく効果が高いんですよ。うん、で、長く置いても1週間。だから1週間に一遍は、なんか自分を清めるイメージも含めて、焼き塩を作ってもらってやるといいと思うんですね。はい、あ、
いいですね。結構トイレでは、結構ね、まあ、ラベンダーとか、そういういい香りの柑橘系とかもいいなと勧めてるんですけど、このお塩の香りもまた悪くないですね。いいですね。そうですね。だから、はい、そういうラベンダーと合わせて、焼き塩を置いておくとよりいいんじゃないでしょうかね。はい、お素晴らしい。はい、一段と良くなっていきますね。はい。はい。はい、ということでね、もうリアルね、生焼き塩はい、実演していただき本当にありがとうございます。はい、こういろんなそろそろ富裕層の方とかの、はい、トイレの、まあ、設計もされたり訪問されたこともあると思うんですけど、こういうことをしたらもっと良くなるんじゃないのかなみたいな、こうした方がいいなみたいな、そういったことってあります？あ、なるほど。まず一般的には、はい、トイレは例えば トイレの陶器は、はい、白色を使った方がいいんですよね。でこれはまあ、僕ら一級建築士なんで特に思うんですけども、はいはい、トイレ で、ですね、自分の健康状態を見るっていうのが結構大切で、なるほど、うん、だからその、まあ、おしっこの色とかね、はい、こういう言葉喋っていいか分からないんですけど、まあ、そういったものをちゃんとね確かめなきゃいけないっていうか、で、特にねそういう富裕層の人たちって自分たちの健康状態のチェックとか結構気にされてる方が多いので、確かにそうです、はい、なので、まあ、真っ白な、トイレに、はい、そして照明は明るめの照明にするっていうことをね、やっていただいてますね。で理由は、暗い照明だと状態が分かりにくいのと、汚れが目立ちにくくなってるだけで、はい、汚れていても気づかない場合があるんですよ。で明るめの照明だとトイレが汚れてるのがちゃんと分かるので、すぐにね綺麗にしようというような形のこともできるんですよね。はい、こういうなんか健康状態もね、それでも健康も上がっていくと思いますし、やっぱなんかトイレだけじゃなくて全体の運気も関わるし、やっぱりこの自分自身に関わるのでとても 大切だなと思いますね。そうですね、はい、あと思ったのがトイレスリッパがなかったんですけど、はい、最近僕やっぱトイレスリッパすごく気にしてて、まあ定期的に洗うようにはしているんですけど、はい、なんかトイレスリッパに関してなんか山本さん、ここら辺は気をつけた方がいいっていうのは。そうですね、特に男の子がいる家と、はいはい、まあ、女の子だけだったら随分違うかもわからないんですけども、やっぱり男の子がいる家の場合は、はい、飛び跳ねが結構あるんですね。なのでさっき の、あの、はい、トイレマットも、はい、男の子がいたらおしっこ吸収シートだって話をしましたけど、はい、それぐらいやはり飛び散ることがある、で同じくスリッパも同じぐらい飛び跳ねる可能性があるので、はい、なので男の子がいる家のスリッパは、はい、まあ、ビニール系とかなんていうんですかね、すぐに拭けるようなははようなものの方がいいし、はい、可能であれば、まあ、洗えるようなスリッパにしておくと、まあ、定期的にね細かく、うん、洗うのがいいんじゃないかと。あ、やっぱそうですね、うん、我が家は、はい、主人にも、はい、子供にも、はい、座ってさせてますっていうのがたまにあるんですよね、はい、でそれがね、はい、ちょっと賛否両論あると思うんですよなるほど、うん、なんかね、はい、座ってまでやらなきゃいけないのっていうにして、はい、なんか男性として気分が盛り下がる可能性があるんですよねなるほど、うん、だからねあの辺はねちょっと、はい、パートナーの本当に、はい、よっては、はい、座らせてやらせると、はい、だんだんなんか勢いなくなる可能性があるのであ、まあ、この辺はね、トイレを汚さないのを主にするのか、はいはい、男性としての威厳を保たさせるのか、結構悩ましいところなんですよ、はい、それはちょっとあれです、僕らもちょっと強くは進めてないそうなんですよ、ね、それすごく分かります。結婚してから、はい、座ってトイレするようにしてますね。あ、そうなんですね、はい、おそうなんですね、やっぱり床を拭くときって、やっぱ男性トイレだなってみたいな、はい、そういうのはちょっとやっぱり僕も嫌だなと思って、どこか、ね、喧嘩になるぐらいだったら僕はちょっと座ってやろうかなみたいな感じで、もうなるほどですね、習慣化になりましたね。なるほど、はい、結構ですねこれ例えば、小便器とか、ね、はい、あそこにシールを貼ってるじゃないですか、はい、あれに向かってウリアーっていうのが、なんか男性としてはね、なんか気持ちがいいっていうのもあったりするんですよねそうだからそれをね、はい、まあ、取られると、はい、まあ、どう感じるか、これはね、ちょっと賛否両論があるんで、そうですね、はい、なのでね、まあ、そういうところもあるかな。うん、そうですね、確かに家庭がね、よくなるのはそれは一つのね、うん、いいのかなと思うんで、だからその男性がそれでなんかこう運気が落ちていってたら、はい、やっぱし座らせるんじゃなくて、そうですね、うん、立って、まあ、用を足すことに全員で協力できるかっていうのもあるかもわからないんですよ。そうですね、はい、ね、そうですね、まさかね、トイレでそういう男性論みたいな、はい、まあでも本当確かにね、本当一つの行為でね、やっぱ結構結婚生活とか普段の生活って変
変わってきたりすると思うんで、はい、やっぱり皆さんも、ね、理解いただいて、一つの過程だと思うんでね、はい、皆さんもなんかそういう協力し合ってしていただくといいんじゃないかな。そうですね、まあ、女性がね、見てる方が多い場合はね、矢野さん何言ってるのと思われるかもわからないんですけど、まあ、男性心理としてやっぱあるっていうのはね、知っておいていただいた上で、お互いで話し合うのがいいかなと思いますね。はい、理解し合うっていうのが大事だ。そうですよね、はい。ちなみにですけど、なんか他にこれだけはやっぱやらない方がいいっていうことってありますか？そうですね、トイレで長居をしないようにするっていうのが結構ポイントなんですよ。わかりますね、はい、でね、特にトイレが避難場所みたいになってる人がいて、で、そういった人って新聞を持ち込んだり、はい、読んでる本をトイレの棚に置いていたりとかしたりする人がいるんですけど、トイレっていうのはやっぱしさっき言ったように雑菌が結構湧くので、紙類とかに染み付きやすいから、トイレにですね、まあ、本類とか置いとかない方がいいかなっていうのと、あとはね、風水とか火葬とかでも、はい、トイレで長居すると、まあ、陰の気を吸いすぎるから、その日のモチベーションが下がりやすいっていうのがあるんですけど、あとは私が提唱している空間心理学っていうのがあって、はい、空間が人の心理に何を及ぼすかっていうところから見ても、はい、狭い空間で長い間時間、いるとですね、気持ちが盛り下がるんですよ。なるほど、はい、で実際ね、なんかグーって怒ってて、怒ってる時にトイレに入ると気持ちが落ち着きやすいんですけど、はい、普段の状態でトイレで長居をしてしまうと、はい、必要以上に盛り下がっちゃうんで、その日の一日のモチベーションがね、出にくくなるんですよ。これね、いろいろ実験してもらったんですけど、はい、トイレをすぐ出てその日を活動するのと、はい、トイレに30分ぐらいちょっとね、はい、長居してもらった後、その日活動してもらうのでやってもらったら、その日の一日のペースが全然、すぐ出た方が1日結構パワフルに動けるっていう結果がそれなりに出てるんですよ。お、はい、いろんな人にアンケートを取った結果、そういうのが分かってきたりとかするんですけどね。確かにね、そうですね、やっぱり役を落とす場所でもありますからね、うん、そこにやっぱずっと長居するっていうことはやっぱりその吸収してしまうってところもあると思うので、やっぱり、ね、トイレは長居しないっていうのは一番ですね。まあ、そうですよね。あとはまあ金運っていう側面で見ても、はい、やはり金運っていうのはすぐに何かの行動を移していく連続の先に金運って上がりやすいんですよ。で、長居をするとすぐに行動を移すっていうことができなくなったりとかするんでですね、やっぱりそういった細かなところの影響もあると思うんですね、うん、小さいところの積み重ねですね。はい、はい、ということでね、今日はですね、まあ、ある意味今日もトイレ完全版みたいな感じですね。そうですよね、はい、はい、もう必殺技も出てやっぱりでもやっぱりいいトイレっていうのがね、お金持ちの方とかの、ね、条件だったりもして、やっぱもう訪問した時にトイレもどういうトイレなのかなっていうね、意識はしてないですけど、ちょっと気になっていて、やっぱお金持ちの方ってすごいトイレきれいに、ね、意識されてる方が多いなと思いますので、はい、ぜひですね、皆さんもですね、今日何か一つね、特に、焼き塩、ね、今まで僕の動画では、ね、出たことがなかったので、ぜひ皆さんも、ね、試していただくとすごくね、いい香りをするので、試していただけるといいかなと思います。ということでね、今日はですね、幸運スマイルチャンネルの矢野さんに来ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、そうですね、またね、矢野さんのチャンネルですね、今度はトイレ以外のところをですね、見て、すごい結果がね、まあ、いろんなね、すごい参考になったね、ことがあったので、またね、ぜひ皆さんに遊びに来ていただいたらと思いますので、ということでね、今日の動画ね、いいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にね、邪気を払い、ね、素敵な明日を願って、それでお別れしたいと思います。それでは明日の動画でお会いしましょう。